今回からまた妖怪メダル第3章の開封レビューの続きをしていきたいと思います。大量ゲットしたので4個ずつ全部で19パックあるのでちょっと中途販売になるんですけれども、毎回4個ずつ開けていきたいと思います。今回はこの4パックを選びました。さて、じゃあ1つ目開けてみたいと思います。クール、これは前回出ました。そしてもう一つはじゃん、あ、閉じコウモリ、これは持ってないです。次2パック目いきます。せーので、じゃん、あ、後ろ、せーの、と、お、これも持ってないやつ、なんだ、意外がぐり。そしてもう一つは、せーの、じゃん、あ、電人、これも持ってないです。ラッキー。3パック目、シークレットメダルが欲しいですけれども、出ますでしょうか。せーの、じゃん、じゃん、あ、さとりちゃん、これも持ってないです。すごい嬉しい。せーの、次はじゃん、旅ガッパー、ホロメダルです。やったー。そして今回最後の一パックは、よいしょ、レジェンド出るか、せーの、ドン、出なかったけどこれも持ってない。やったー、かげろう。そしてもう一つは、せーの、ドン、すごーい、ホロメダルのババーンが出ました。これも持ってないです。嬉しい。結果、前回と被ったのはモテマクールだけで、あとは全部新しいのでした。なのでこれを一つ一つチェックしてみましょう。まずはさとりちゃんからいきたいと思います。可愛い声かなと思ったんですけど、でも不思議な感じでいいですね。次、同じく不思議のババーンです。面白いですね。ホロメダルでいい感じです。次、カゲロウ、ジミーの地味な感じとは全く違って結構かっこいい音声ですね。次は、よいしょ、同じくうすら影のトジコウモリ。こちらは引きこもりと似たような音声ですね。次、電人、かなり強そうな音声ですね。次、意外がぐり、
面白い。そして今回の最後、ホロの旅ガッパです。レジェンドメダルは出ませんでしたが、新しいメダルがたくさん出てきてくれて嬉しかったです。次回も4パック開けていきたいと思います。